どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、1月新年初の購入品紹介をゆるりとやってみたいと思います。今回はですね、3点購入したんだけど、サムネでね、一つはねバレているので、サムネで出てないやつから紹介していきます。コーディネートもあるので、よかったら最後まで見てみてください。はい、まずはですね、こちらから早速いきます。ドン。はい、ウェアハウスのロット5903、4本針クルーネックワッフルティーサーマルの気なりの S サイズです。俺自身ですね、サーマル買うのって多分ね、人生初なんですよ。一昨年あたりから、このサーマルは、気になってはいて、ずっとね欲しいなと思っていたんだけど、やっぱお客様優先なので、買うのを我慢してた、アイテムになります。やっぱね、このアイテムもね、経験しなくちゃいけないかなという思いがあってね、やっとのゲットです。今ねこの動画見てくれている方、ウェアハウス好きな方っていらっしゃると思うんですけども、このサーマル持っている方いらっしゃると思うんですけど、そしてね、販売員がこんなこと聞くのも変なんだけど、これどうですか、着てみてめちゃくちゃいいですか。着用してみての感想とかありましたら、コメント欄に残してもらえると嬉しいです。っていうのはですね、とてもね人気な商品なんですよ、このサーマルって。だからやっぱりお客様優先ってこともあって、こう人気なアイテムほど、なんだろう、スタッフというか僕は買わないようにしていて、持てていないんですよ。だから経験できてないっていうのがリアルだったりするんですよ。なので恥ずかしい話、やっとゲットできたっていう感じです。で、ちょっとこの商品の紹介なんだけど、ウェアハウスのサーマルは50年代頃の亀甲編みという仕様で作られているようです。亀の甲羅のような模様に見えることから、このような名称が名付けられているみたいなんだけど、サーマルの形ってこうすぐ思いつくのってこういう形じゃないですか、多分こちらでも、ウェアハウスのサーマルはこのような形になってます。体とかね鍛えてれば、メインになるかもしれないアイテムかもしれないんですけど、多分ねメインになるアイテムになることはねないと思うから、何かのアイテムとね併用して、着用しようかなと思います。保温性がねあると言われてるんで、着倒してこの真冬乗り越えてみます。またね着用レビューとかできそうだったらしてみたいと思います。はい、続いてはねメインのこれ、はい、こちらですね。はい、はい、フェローズのカーディガンです。この間商品紹介の動画を公開させてもらったんだけど、その動画をね作る中でこれがね欲しくなっちゃいまして買いました。個人的にやっぱフェローズはね、ニットやカーディガンを制作するのが、特に上手だなっていうふうに見ています。去年もねこのカーディガンを買わせてもらったんだけど、フェローズは本当ねニット系がね注目ですね、個人的に。単純にやっぱねこれ面構えもいいし、値段もねそこまで高くないと思うんですよ。高くないですよね多分それかつやっぱね手編みで、編まれているということですね。ネパールのね、ネパール出身の方たちが、編んでるってことなんですけど、やっぱね人の手が入っている企画はね温かくていいなと思いますね。というのはね、ニットを編む人がこう着る人を考慮して、このぐらいのね糸のテンションが着やすいのではないかと思いながら編んでるらしいんだけど、そういうのがねとてもいいじゃないですか。これはねちょっと割とねこう伸縮性があって着やすい糸のテンションで編まれてるので、個人的にもこの感じで着れるんだったらいいなと思って買いました。手作業でねやるから大量生産もできないっていうことなので、希少性も高いからなんかちょっと魅力的ですよね。なので、ちょっとね、この黒をね、私はゲットしました。ちなみに、なんだろうな、こういったカーディガンを、アウターとして、多用している方っていらっしゃいますか？
ちょっとね、こう少し検証してみたいっていう考えもありまして、まあ、普段私、まあ、移動がバイクなんだけど、バイクでこういうニット系ってアウターに持ってきても、まあ、そこまでね防寒性ないんじゃないかなっていうのが、思っているところで正直なので、まあ、そこもねちょっと検証するために意識的にねちょっと着てみようかなと考えています。はい、まあね、この検証結果もねいつかの動画で報告してみたいと思います。まあ、そんな感じなんでね、ちょっとこのカーディガンを使ったコーデをね2パターン見てもらおうかなと思います。どうぞ。はい、続いてはですね最後です。こちらじゃん、カルバンクラインのねボクサーパンツです。もうこれもねやっと下着変えるタイミング来ました。あのねちょっと恥ずかしいんだけど、これもここ数ヶ月ねやっぱ洋服にねこう買ってしまうあまりねこう下着をね変えてこなくて、これまでね履いていたパンツがね若干破けながらも履いていたというのが、まあ、ここ最近の私のリアルでして、なぜかね下着までね意識というかお金が回らなかったんですよね、なぜか。ですけどやっと買いました。ドンキホーテでね買ってきましたよ。ドンキホーテでやっぱねこうデニムのウエストから見えるねカルバンクラインっていう文字がねかっこいいかなって思ってるんですけど、中学生の時にあのね先輩がね履いてるのを見てね憧れて履いてましたね。これはこの感覚はねずっと変わんないですね、大人になってもか。どうですか、かっこいいと思いませんか、 このねロゴが見えるのがなんかいいなって思うんですよね。デニムから見えるパンツから見えるこのロゴがねかっこいいかなって僕は思ってます。ちなみに皆さん下着はどんな感じですか？あのね、あこのボクサーパンツいいよとか、俺こんなパンツ履いてるよ、これおすすめだよっていうのあったら、もうコメント欄で残してもらえると嬉しいです。まあ、個人的にはねカルバンクラインがおすすめです。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。はい、今回もですねゆるっと、まあ、結構ねどうでもいい話が多かったかもしれないんだけど購入品をね紹介させてもらいました。フェローズのねカーディガンがねやっぱ特におすすめかな。これはね皆さんにもねチェックしてもらいたいアイテムではあると思います。で今後ね僕のインスタとかでも着が出していきたいと思うんで、インスタの方もねぜひねフォローよろしくお願いします。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。
ではまた次の動画でお会いしましょう。